この世のことはすべからく気の持ちようさ。心を落ち着ければ恐れるものなどないのだ。どうやって心を落ち着けるんですか？酒を飲めばよい。お酒ですか？そうだ、酒を飲めば何もかも楽になる。はあ、私も飲んでみます。お、やってみるかい？あの、待ってください。民家を探すと本が見つかることもあります。かさばる上に重いので持ち歩くのは大変ですが、読んでみれば世界を見る目が変わりますよ。この本は何ですか？熱くて盲目的なもの、第一巻。そんな名作中の名作がなぜこんな場所に？これを読むと世界を見る目が変わるんですか？もちろんです。見る目が変わるどころか新しい世界が開きます。じゃあ私も読んでみます。そうですか。では私が読み方をお教えしますね。よく覚えておけ。食べられる時に食べろ。食べられるものは何でも食べろ。食べられるかどうかどうやって判断するんですか？簡単だ。食べてみればわかる。じゃあこれは食べられるものですか？試したことがないな。じゃあ食べてみましょうか。よし、そうしよう。冒険心は大切だ。何でも試せ。はい。お願いですからやめてくださいね。クレン。何かね？お酒もっとください。さすがに飲みすぎではないかね。心を落ち着けなきゃいけないのでください。一杯だけだよ。なんだ？木くずとムカデを混ぜてお団子を作ってみました。おいしいと思います。傑作です。ポケットに入れておいたのでお腹が空いたら食べてください。礼を言う。ラプンツェル！はい。こういうゆらゆらしてる日ってまるでどうしたらいいかわからないみたいじゃないですか？あら、あらあらあら、どうして今まで思いつかなかったのでしょう。そうですね、本当にじらされているような。何かを間違えているような気もするが、気のせいであろう。